こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。 AFCU23 アジアカップカタール2024が開幕し、日本代表は中国代表と対戦し1対0で勝利した。初戦をものにして勝ち点3を得ることができましたね。オリンピック出場権がかかった大事な大会だからな。一人少ない中でも相手に得点を与えずに勝ち切れたことは大きな成果だ。苦労してものにした結果だ。よくやったと思うよ。しかし内容を見ると自ら窮地に追い込んだ試合でしたよね。一歩間違えば大会が終わってしまう可能性もあったからな。裏を返せば中国には大チャンスだったはずだ。そうですよね。あんなに早い時間での退場者でしたものね。何度となく日本のゴールを脅かしていたのは確かだ。決定的な場面が3回くらいはありましたからね。点を奪えずに0で抑えられてしまったからな。この結果を受けて中国メディアはどのような報道をしたのでしょうか。日本は2段階レベルが違った。10人で勝利の大岩ジャパンに中国のメディアは脱帽。母国代表はバッサリ、まるで勝っているかのようにスローだった。アンダー23アジア杯17分にセンターバックの西尾が一発レッド。アンダー23日本代表は4月16日パリ五輪のアジア最終予選を兼ねたアジアカップのグループステージ初戦で中国と対戦、1対0で白星を挙げた。それでもゴールキーパーの国母レオ・ブライアンが再三の好セーブでピンチを阻止、虎の子の1点を守りきり白星スタートとなった。この日本の戦いぶりに対戦した中国のメディアも脱帽。ポータルサイト双風は次のように伝えている。試合開始後、試合の方向性は基本的に外部の推測と同じだった。中国は序盤から日本に抑えられ、後者のボール支配率は 70% にも達した。日本選手のプレーのリズムから判断すると、中国の選手と基本的に2段階違うレベルにあり、事前の報道であった4倍の市場価値の差があるというのは比較的客観的だと考えられる。記事は、中国は特に脅威となるチャンスを作り出せなかった。視覚的にはゆっくりとゆったりとボールを扱う中国選手がまるでスコアをリードしているように見えた。とに皮肉り、こう続けている。フィールドでこのような状況が起こるのは、中国の選手が置かれているリーグの環境がスピードアップする能力を養えないからだ。逆に日本は後半に素早いトランジションを何度も見せ、ゴールには結びつかなかったものの、それでもその動きは非常に脅威だった。点差以上に強度や技術の差があったとの見立てだ。記事は選手の差がものすごくあったとの論調ですね。そこまで差はあったようには見えなかったけどな。確かに決定機を決めきれなかったというのは事実だと思う。それをものにして試合をひっくり返していた可能性もあったからな。状況としては中国が有利であっただけに悔しさがあったのかな。中国サポーターはどう思ってるんでしょうね。ではその記事を見てみよう。日本が9人でも勝てない、台無しだ、数的優位でも大岩ジャパンに完封負け、中国のファンは憤慨、アマチュアすぎる、アンダー23アジア杯、スピードも技術もなく個人的な能力も乏しい。4月16日にカタールで開催されたパリ五輪アジア最終予選を兼ねたアジアカップのグループステージ初戦で、アンダー23日本代表が中国と対戦、苦しみながらも1対0で勝利を収めた。大岩ジャパンは開始8分、右サイドの山田風紀が送り込んだ正確なクロスを松木玖生が左足で押し込み先制点を奪う。しかし17分、ボールのないところでセンターバックの西尾龍也が振り上げた左腕が中国の10番ジアフェイファンに当たるような格好になり、オンフィールドレビューの末にレッドカード、早い時間帯で数的不利となる。その後は押し込まれる展開となったものの、ゴールキーパーの国母レオ・ブライアンは好セーブを連発。終盤は中国がいい形を作れなくなってこともあり、1点を守りきった。一方、数的優位での完封負けに中国のファンは憤慨。インターネット上では次のような声が上がっている。アマチュアすぎる、中国のサッカーが台無しにした、11人対10人でも抑え込まれた、どうしたらいいんだ、スピードも技術もなく個人的な能力も乏しい、日本代表はあと1人退場者を出したとしても得点はできないだろう、本当につまらない、自分たちが何をしているのか理解していない、日本が9人でも勝てない、絶好のチャンスを逃してしまったと考えるファンが少なくなかったようだ。日本が9人でも勝てないはさすがに言い過ぎだと思いますけどね。それだとパワーバランスが違いすぎるからな。2人いないと試合にならないと思う。サポーターにとっても勝つチャンスを逃したとの見解ですかね。早い時間での退場者だからな。しっかり策があれば勝てていたかと思うぜ。あれ？確か交代選手で打開しようとしてましたけど？そんなことあったかな。身長2メートルの控えゴールキーパーをパワープレイで投入。アンダー23、中国代表の采配に批判、サッカーを侮辱してる。チェン・ヤオドン監督は事前から構想にあったと説明。パリ五輪予選を兼ねたアンダー23アジアカップが
4月15日にカタールで開幕。U23 中国代表は16日にグループリーグ初戦で日本と対戦し、0対1で敗れた。前半17分以降は1人多い状態で戦いながら得点を奪えなかった中、終盤に控えゴールキーパーをフィールドプレイヤーとして投入した采配が反響を呼んでいる。中国は前半8分にミッドフィールダー松木玖生に被弾し、日本に先制を許す。しかし同17分にディフェンダーに塩龍也がミッドフィールダージャフェイファンに対する肘打ち行為でビデオアシスタントレフェリー VAR 介入の末に一発退場。11人対10人と中国は数的優位になった。前半38分にはクロスバー直撃のシュートを放つなど日本のゴールに迫るシーンも増えたものの、ゴールネットを揺らすには至らず。その中でチェン・ヤオドン監督は1点を追いかける後半43分、ミッドフィールダードゥアンデジに代わって控えゴールキーパーのユジンヨンをパワープレイ要員として投入した。中国大手メディアソーフーなどによれば、チェン・ヤオドン監督は試合後この采配について、準備段階から考えはあった。ユジンヨンは身長2メートル超で技術もありヘディングも強い。今日の試合ではこんなシチュエーションだったので彼を起用した。効果は五分五分だったと思うと語ったという。このコメントに対して、サッカーを侮辱している、やめてくれ、誰を投入しても大差ないといった批判的反応が多い。中には、今後代表にヤオミンを帯同しようとの声もあった。ああ、そういえば身長の高い選手が出てきてたな。ポジショニングもさっぱりで足元の技術もいまいちだったから全く脅威には見えなかった。ただゴールキーパーだったというのは驚いた。しかもキーパーユニフォームじゃなくてフィールドプレイヤーのものだったからわからなかった。ユニフォームを用意していたということは監督のコメントの通り想定して準備はしていたんですね。確かにそうなのかもしれない。しかし身長以外は全く脅威に感じられなかった。パワープレイをするならするでディフェンスラインからその選手めがけてバンバン入れればいいのに徹底されていなかったからほとんど入ってこなかった。肝心のヘディングの競り合いだってあまり勝ってなかったぞ。そうですね、一体何をしたかったんでしょうね。これを一つのオプションとするならその準備をもう少し入念にしておかなければならなかったな。アイディアはいいと思ったんですけどね。この件に対してネットの反応を見てみましょう。別にサッカーを侮辱しているわけではないと思いますが、わざわざフィールドプレイヤーのユニフォームを準備してたくらいなので、もともとパワープレイ要員として計算してたと思います。ただ本職の選手ではないのでセットプレー以外で怖さはそれほどありませんでしたね。昨日は国母の頑張りに尽きると思います。フル代表でも見てみたいですね。この時に日本が15番の鈴木選手を投入したことが良かったと思っています。パワープレーで来る時にしっかり跳ね返せる選手、セットプレーに強い選手を並べるという戦術を取ったので、まあ当たり前といえばそうかもしれませんが、しっかり策を取ってきたなと思いました。中国の場合、もともとゴールキーパーの選手だったことはともかく、このアジア予選でもパワープレーをしてくるチームは少なからずあると思いますので、ある意味良いシチュエーションになったのかなと思います。日本が10人になってからは中国はやりたいこと全部できたのでは。交代が積極的だったし、選手の個性も分かりやすかった。パワープレー要員とはいえ、セカンドゴールキーパーをフォワードで出したりとか、一見気さくだけど点取りたい気持ちが伝わってきた。決定力がついたら強くなりそう。ファンはヒゲしてるみたいだけど、 A 代表より面白いチームだったよ。日本が10人になってからは中国はやりたいこと全部できたのでは。あの状況で1人多いのなら普通にありだと思う。ラストプレーでゴールキーパーが上がるのをリスクなくやっているだけ。1人多い相手に逃げ切りたい時に2メートルのターゲットマンが入ってきたら、足元やポジショニングが本職でなくて拙いとしても怖いよ。軽率なプレーをする味方と未熟な審判の笛ほど怖いものはないですね。バーを叩いたり1対1の場面作られたり危ないシーンはありましたが、決めきれないのが中国の今の実力なんでしょうね。効果的に交代なら良かったが、背が高いと言って対してクロスに対して空中戦強くなかったし、ポジショニングも悪い。ペナルティエリア付近でキープできた時もありえないスルーパスを出していて、正直日本は助かった。日本の1トップに対して3バックもわからなかった。消極的な采配の方が気になった。単純に高さは脅威だというご意見がありますね。普通はそうなんだ。ただ中国はそれを徹底していなかった。これに尽きると思う。その前に日本が11人であればここまでは苦戦しなかったと思う内容だった。そうですね、10人になったからこそ奇策を行ったんですものね。何はともあれ第1戦に勝利し勝ち点3を得た。これで次戦につなげることができた。次は UAE 戦ですね。
おそらく会場はアウェー色が強くなると思うが、それに負けずにプレイしてほしい。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。